りっちゃん、けっちゃん、うされさよちゃんに、今日はなんとてみる TV さんよりプレゼントが届いたので、それを紹介したいと思います。りっちゃんお願いします。はい、大きな箱が届きました。551です。では開けます。初551です。はい。何かな、何かな。見せて。なんか入ってる。こんなのが入ってました。で、中身は？紙。お、これは豚まん。すごい豚まん。あともう一個は重いし。すごいね。あともう一個何だろう。すごいすごい。あとの中の初551豚まん。すごい楽しみだね。もう一個は開け出してみますね。ここ、これ並べてきていい？うん、出せる。これは、はい、はい、これはあらかじめママが周りのガムテープを外しておきました。どうぞ。なんだろう、中身は開けます。あ、アイスだ。アイスキャンディ。おー、すごい、すごい。何味がある？何キウイ味、これ、この緑が、うん、フルーツ、チョコ、はい、チョコ、ミルク、抹茶、抹茶、パイもある。あ、あずきもある。ミルクは奥のは何色？すごい。これは何？美味しそう。奥のは何色？ミルク。わー、美味しそう。すごいすごい。かわいい。ね、あ、鹿児島、やっぱりアイスは白クマが乗ってるんだね。うん、ね、鹿児島のアイスも白クマが乗ってるもんね。かわいい。すごいね。お、こっちも。ミルク。すごい。うん、高いね。ガツガツ。開けてみます。開けよっか。硬い。ちょっと冷たい。なんか豚まんの匂いがめっちゃする。本当。これは豚まんだろうか。なんかさ、あのよく新幹線の中では、うん、匂いがするから食べちゃダメだよとか言って書いてあるのを見てて、え、どんなんだろうと思ってたんだけど。おお。何個入り？美味しそう。10個入り。すごいね。すごい、なんか中華屋さんのみたいね。すごいすごい。初、うん、蒸し方が紙に書いてあったので、あと普通のよりもめっちゃもちもちそう、ね、蒸し方が、蒸し方、そう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 、書いてあったので、今からレンジでチンしたいと思います。アイスは食後に食べましょう。すごい、てみるさん本当にありがとうございます。すごいね、初めての551。すごい、大阪は美味しいものがいっぱいあるからいいね。嬉しいね。では今から食べたいと思います。皆さんもぜひ食べてみてください。バイバイ。グッドタイムよろしくね。バイバイ。てみるさん、本当に本当にありがとうございました。バイバイ。バイバイ。